はい東京ビットコインニュースです。今日は4月4日、東京からお送りしています。p t c の値段が4938、ビットコインキャッシュが295、ビットコイン SV が85ドル。というわけで、ご存知の通り、昨日、昨日、おとといとですねあの、値段が急激に上がりましてあの、トランザクションというかね、いろんな市場もね、いろいろ、 あの活況でしたけれども今日お話し,したいのはですね、えー、フロリダの地方裁判所で行われているクレーグ博士対、えー、デイブ・クレーマンの遺族があの裁判民事裁判についてお話し,したいと思いますでこの民事裁判はその デーブ・クレーマンさんと、まあこのあの、デーブ・クレーマンさん、クレーグー博士の、まあ、パートナーだったわけですけれども、そ,その2人がですね、えっと、フロリダに会社を作ってましてで、そこの会社が少なくとも100万ビットコインを所有していたと。ただし、えっと、デーブ・クレーマンさんは2013年に死亡したんですが、その、えっと、死亡した あの遺族がです、ねえー、一つもビットコインがもらえてないっていうことで少なくとも30万ビットコインをそのあるはずだっていうことで民事訴訟を起こしてるとそういうことなんですがでそれのそのえっと口頭弁論がクレーガ博士の口頭弁論が今日のフロリダ時間の午後 1>, 1時からあの行われるということで、えー、なのでこれで、えー、といろんな情報がまあ出てくるのでと予想されているのでその前にこう市場がね何らかのこ,うこの値段の動きっていうのは関連してるんじゃないかっていうことであのというふうにまああの思ってるわけです。 それで一応ですね、この裁判っていう内容についてあのお話しますと、この裁判は2018年の2月に起こされました。で、クレイグ博士のビジネスパートナーであった子デイビッド・クレーマン氏2013年に死亡の遺族が民事訴訟を起こしていると。で、えー、クレイグ博士は2008年に、えー、とビットコインのホワイトペーパーを、えー 出す数ヶ月前にデイビッド・クレーマンさんにこの内容について精査してほしいっていうことであのえっとあのメールを送ってるんですねだからそこはまあ分かってるわけででクレイグ博士もそういうふうに説明してるんですがえー、でえっと それで、えっと、クレイーグー博士が、うんと、2014年の2月になって、だから死亡した後ですね。死亡した、クレーマーさんが死亡し、死んだ後に、えー、お父さんが当時94歳で、えーも、メールを送っており、あの、ウォレット・ダット・ファイルがあれば、それを保管してるようにっていうふうに、あの、伝えてるんですね。ここは、まあ、あの、分かってると。で、お父さんに対しては、その、 えー、えっと息子さんがそういうあのが持ってるパソコンの中にあるかもしれないのでそれは取っときなさいっていうふうに言ってるわけですねでそれがえっとクレーマンのお父さんちょっともうお年だからえっと兄弟であるアイラ・クレーマン氏に転送されてそっからこのあのー、まあ問題がね始まってるんですけどで えと少なくとも100万ビットコインがあるっていうふうにあのその会社には言われているんですけれどもそれでそこからそのアメリカの,その大手の、ねえー、と弁護士事務所に頼んで,でそこからその、えっとえー、訴訟を起こしているわけですけれどもでその内容は少なくとも30万ビットコインをクレーグ博士が着服していると主張している。で原告は デイビッド・クレーマン氏の兄弟、アイラ・クレーマン。で、えー、米国フロリダ地方裁判所。でも、これで、あの、現在分かってきたのは、このアイラ・クレーマンさんっていうのは、実の兄弟じゃないっていうことはね、あの、どうも分かってきまして。で、対象は2009年から2013年マイニングされたと思われるビットコイン合計約100万 BTC について、で、えー、そのうち少なくとも30万の BTC があのででデーブ・クレーマンさんにそのあるはずだっていうふうにねあの、まあ、言ってるわけですけどただしこれはその,あの状,況状況証拠が集まってるだけでそのこの,あの会社が、まあ、デーブ・クレーマンさんとその えー、クレイグ博士があの持ってた会社がこの100万 BTC 持ってたかどうかっていうのは状況証拠しかないんですね、うん、でクレイグ博士がクレーマン氏に会ったのは2003年頃共同で論文とも書いているとでクレーマンは,は、えー、ヘリコプター整備の軍人待機後にバイク事故で、えー、車へす生活になってたと。 でそれもあってかその後コンピューター技術に系統していくセキュリティのエキスパートでまあそのあのなんでそうクレーグ博士とはね2003年頃からまあいろんなところでね一緒に働いたりとか論文書いたりしててであの、まあ、FBI とかそういう警察の捜査とかにもあの一緒に関わって仕事をしたりとかもしているあのようです。 なんでそのビットコインの前からですね。うん、で2013年4月に MRSA 感染症で死亡しているっていうこところを自宅で発見されるということでそのこの MRSA っていうかのも結構あのー、なんか感染症でねえっ、ー、とメチ,リメチシリン体制黄色ブドウ球菌感染症っていうことでね結構その。 あのまあ、亡くなり方もね、ちょっとやっぱりその、えー、あの非常にミステリアスなところはあるんですね。うん、で、えー、2008年にビットコインホワイトペーパーをリリースする前にクレイグ博士からクレーマン氏に精査を依頼していると、これはあのクレイグ博士は認めてるんですね。うんでえー、2011年に W&K インフォーメーションディフェンスリサーチ LLC という会社をフロリダに設立しているとでこれも、まあ、あの会社があったっていうことを認めてるんですけどでクレーマン氏が死亡した後2014年にクレーマン氏は解任され会社は生産された UN ウィン氏が代理人ってなってるんでこのウィンウィンっていうのはその N チェーンのジミーさんと同じあの名前だから、苗字がね。で、これ女性の名前らしいんですけど、なんで、その、ジミーさんの兄弟か親戚か、まあそういう人が関わってたんじゃないかなっていうふうに考えられます。ただ、やっぱりこれ、あの、ジミーさん、 とのインタビューでったかっていうのは結構何回かインタビュー見てもはっきりと言われてなくってそれであの、えー、まあただ分かってるのはその当初は、えー、とアメリカで弁護士事務所に勤めながらあのまあいろいろそのは 後方支援をしていたっていうのはジミーさんは言ってるのでだからひょっとしたらこの2014年ですからこの辺りにもジミーさんこの辺からあのクレイグのことを手伝ってるっていうふうにまあちょっと推測されますで,、えー、でその訴状については、えー、W&K が少なくとも100万ビットコインを保有していたと。 あのアイラ・クレーマンは主張しているということでね。だから100万ビットコインっていうと、今50万円だから、500億円以上ですよね。うん、の、えー、ビットコインを持っていましたということなわけです。で、これをね、あの、訴、ま、状、あ、を見るとね、訴状はね、結構ね、こう長いんでね、えー、いろいろ。 でえー、とほとんどその1回目のその弁論ではその弁護士があのあ書面で提出した弁論ではほとんどのことをまあ否定していてえっ、ー、とその要は証拠がですねほとんどこう E メールとかででビットコインを所有していたとかっていうのもその メディアにリークした情報を元にこう所有していただろうっていうふうにこうまあなっているんでまあそのどの辺までが本当なのかっていうのが非常にこうまあ分かりやすいわかりにくいんででまあ結論としてはこれはあのクレイグさんのその反論についてはほとんどがあの否定されてるんですねうんそれで今日のそのええー 4月4日の1時フロリダ時間に、えー、クレーガ博士本人があのロンドンの時間だと4時、えー、だからまあもうすぐですよねに、えーまあ、電話かあの、まあ、スカイプとかであの参加するっていうことになるんだと思うんですけどだからここでいろいろ新しい情報がねあの 提供されるというかね裁判、裁判官にね、あの供述があるという本人がね、いうことで、まあ、そこでいろいろ新しい情報が出てくるということになると思います。で、これはちなみにその、えー、その参考人 にまあ、ジ,ェフジェフ・ガーゼックさんはその古くからのビットコイナーですけど彼以外にも古いビットコイナーが2009年から2013年までの聡中の本との,そのコミュニケーションをえ全部あの参考資料として提出してくださいっていう召喚が、ね、裁判所から出てるんでいろいろ結構面倒くさいことになってるわけです。 はい。というわけで、えー、まあ、ちょっとね、裁判の,あの状況ですけれども、えっ、ー、と、僕の方は、まあ、あのー、ブロックサイズっていうかね、オンチェーンでね、写真とか入れたりして、こう、まぁ、いろいろ実験してみているんで、えー、まあ、あのー、まあ、現場ではね、あのー、使えるようなアプリとか、こう、テストしてみて、 まあ、いろいろあの実験しているというような感じです。はい。というわけで、以上、東京ビットコインニュースです。今日はこれで終わりです。